皆様こんにちは、じゅんです。今回の動画は X100V の設定項目、だいぶ旧機種と変わった部分もありますので、少しずつ触りながら見ていきたいと思います。まずは画質設定からです。私がカスタマイズしている部分を中心に説明をしていきたいと思います。画質モードはファインプラスローにしてます。ローで撮っておくことで、後で本体内の現像もできますし、ちょっとフィルムシミュレーション変えてみたりということが簡単にできるので、必ずローも残すようにしています。ローの記録方式ですが、非圧縮にこだわる方もいらっしゃるかと思いますが、私はロスレス圧縮を使っています。でフィルムシミュレーションの項目、こちら撮影によっていろいろ変えるんですけども、今回の X100V で追加になったフィルムシミュレーションいくつかあります。もともとあるのがプロビア、ベルビア、アスティア、クラシッククローム、プロネガハイ、プロネガスタンダード、そしてここからが新しいフィルムシミュレーションです。クラシックネガ、あとは XH1 あたりから搭載されてます動画向きと言われていますけれども、シネマ系のフィルムシミュレーションであるエテルナ、それからモノクロがアクロスとモノクロ2つありまして、あとセピアというのがあります。でモノクロの場合はですね、この下今グレーアウトしてますけれども、モノクロカラーということで、色のバランスを選べるようになっています。あとはカラークロームエフェクト、 XT3 あたりから搭載されていて、赤でかなり色が飛んでしまうことってあると思うんですけれども、そういったものを自動的に調整をしてくれるようなエフェクトが入っています。でその下のカラークロームブルー、こちらも X Pro 3あたりから実装されている機能だと思いますが、空をきれいに映すということで、カラークロームエフェクト、もともと赤系とか黄色系には効いたんですけども、青系には効いてなかったので、今回ブルーも実装されているということのようです。ダイナミックレンジは今設定100になってますけども、基本的にはオートで使っています。あとは画質調整系の項目も増えました。明瞭度というのが追加されました。あと調秒ノイズ低減、こちらは私はオフにして使っています。でフォーカス設定です。 AF モード、私基本的にシングルポイントで使うことが多いんですけれども、今回オールというのが増えました。あとは AFC のカスタム設定、これ以前なかったような気がするんですが、 AFC の、どれぐらい粘るかとか、どれぐらい速いものについていくかみたいなところを制御できるようになりました。それから顔検出、瞳検出、こちら以前の X100F からこの実装自体はあったんですけれども、実際使ってみるとかなり賢くなっています。あとはフォーカスリミッターの機能がつきました。距離が合う範囲を設定しておいて、その中でフォーカスが動くというような機能になります。あとは背面の液晶がタッチパネルになりましたので、タッチパネルモードの設定が増えています。私はタッチシャッターあまり好きではないので AF のみにしています。はい、続いて撮影設定です。ほぼほぼデフォルトのままなんですが、ブラケットの項目が増えてますね。フォーカスブラケットって以前なかった気がします。あとは多重露光の制御の項目があります。こちらも以前はなかったと思います。それからフリッカー低減機能が入りました。デフォルトオフだったんですけれども、私は全コマにしています。続いて動画の設定なんですけども、動画の設定ここで触ると、実は HDMI で今画面収録をしてるんですけど、これが止まってしまうので、実際にちょっとこの中のメニューに入っていくことは避けるんですが、4K の動画が撮れるようになりました。でただ内蔵マイクで動画を撮ると、レンズの駆動音ですね、 AF の駆動音を拾ってしまうというような情報もありますので、ここの動画の機能についてはまた別途試してみたいかなと思います。それから最初にここをやるべきだったかもしれませんが、セットアップの部分、中に入って見ていきましょう。 EVF と LCD に関しては、明るさ鮮やかさだけでなく色調整ができるようになりました。EVF の色の再現性、 X100F では私不満ですということで公言してたんですけれども、色調整ができるようになったことで、ある程度カバーできるんじゃないかなと考えています。ナチュラルライブビューという機能が追加されています。
でこちらをオンにすると EVF を見たときに、ホワイトバランスですとか露出の設定範囲を一旦オフにした形で表示をされて、逆光とかというときに見にくいものを階調をソフトにして見やすく見せてくれるようです。じゃあ操作ボタン系のところに入っていきます。クイックメニュー、こちら私使いやすいようにといいますか、基本的に X100F で使ってた設定に合わせるような形でカスタマイズをしています。ファンクション設定ですね。ファンクション設定なんですけども、X100F のものとちょっと比べてご覧いただきたいんですけれども、設定できるボタンですとか、レバーですとか若干増えています。で FN1 がこのシャッターボタンの横にあるボタン、X100F では FN と印刷されていたボタンになります。でこちらには私 X100F の時 ND フィルターを割り当ててたんですけれども、今回ですね顔セレクトを割り当てています。でこれを割り当てておくことで、普段顔とか瞳の認識オフにしてるんですけども、急遽人を撮りたいなと思った時にこのボタンをポンって押すと顔認識モードになるんですね。で何人かいる時に、このボタンを押して、レバーを倒してどの人の顔に合わせるかというのを選ぶことができます。で2番目がここのファインダーの切り替えレバーの中、ここがボタンになってまして、ここは X100F の頃から割り当てを変えていなくて、ローとか JPEG とかっていうところの切り替えをできるようにしています。と言いますのが、普段ファインプラスローで撮ってるんですけども、デジタルテレコンを使いたい場合などは JPEG オンリーでないとズームしてくれないので、このボタンを押してレンズのところのコントロールリングを回すことでデジタルテレコンを使うというようなオペレーションをしています。はい。でこの TFN1 から4までというのが、問題のといいますか、私が一番不満に思っているところではあるんですけども、物理十字キーがなくなったことで、液晶のこうスワイプ操作によって、メニューを出すということができるようになっています。でここでいろいろ設定はしてるんですけども、実は別の項目でこの操作をオンにするっていうことをやらないと液晶触っても何も起きません。で設定している項目は、上にスワイプをすると電子水準器を出す、左側にスワイプをするとフィルムシミュレーションの変更、右側にスワイプをするとホワイトバランスの変更、あとは下にスワイプをするとオートフォーカスモードを変えられるようにしています。で AEL、AFL ボタンですけども、 AFL のみを割り当てています。でその次がこのリアのダイヤルですね、フォーカスチェックを割り当てています。ファンクション設定2ページ目が増えています。このセレクターというのは最初この画面だけを見てこうなんかレバーを倒すんだろうなと思ったんですけれども、右側に長く倒すとこのファンクション効いてくるようです。ということで、もともとこのシャッターの横に割り当てていた ND をこのセレクターのところに割り当てています。あとコマンドダイヤル設定ができるようになりました。コマンドダイヤル、この前側のダイヤルなんですけれども、 F 値、露出補正、ISO と3つ入っていて、3つも入ってるんだと思ったら、ここ押し込むことができるので、押すとこう順番に F 値、露出補正、ISO と変わっていくようです。はい。で後ろ側のダイヤルに関しては SS ということでシャッタースピードの調整ができるようになっています。あとはコントロールリングの設定なんですけれども、こちらいろいろ割り当てることができるんですが、スタンダードにしておくと、撮影モードごとに自動でいろんな機能を割り当ててくれるので、一番私的にはこれが使いやすいと思ってます。はい。あとタッチパネルの設定ですね。液晶がタッチパネルになったことで、いろいろと設定項目が増えています。でタッチパネルを使うか使わないかの設定がまずオンオフあります。でダブルタップの拡大、よくあるスマートフォンの操作なんかでもダブルタップすると拡大するものがありますが、それができるようにするかどうか、ここはオンにしています。続いてタッチファンクションなんですけれども、ここがさっきファンクションキーのカスタマイズのところでちょっと触れましたが、もともとオフになっているのでオンにしてあげないと、こうスワイプをしても先ほど設定したメニューが出てこないということになります。再生時のタッチパネルをオンにするかオフにするかという設定もあります。で EVF、OVF、タッチパネル有効範囲というのが、ファインダーを覗きながらカーソルの位置を変えたりとか、おそらくそういうことができるんだと思うんですが、その触って反応する範囲を設定することができます。私は右半分にしています。あと接続設定なんですけれども、 PC 接続モードというので、カードリーダーと X-RAW スタジオを使って現像なんかをしたりするモードの切り替えができます。ここは随時切り替えて使っています。
で共通設定のところなんですけれども、スマートフォンに送信をする際に、まあ、初期設定ですとスマートフォン送信時3メガ圧縮がオンになっているので、スマートフォンに転送するときにかなり小さく縮小されてしまいます。でこちらを私はオフにしてフルサイズの画像をスマートフォンに転送しています。はい、いかがでしたでしょうか。X100V になってかなり機能も増えてます。富士フイルムの他の機種をお使いの方にはおなじみの機能も入りまして、だいぶメニューも増えましたし、使い勝手も良くなりました。今回私がどう設定しているかというのをご説明を差し上げましたが、ご参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様どのような設定をして使ってるとか、まあ、こういうキーアサインにすると使いやすいよみたいなことがあれば、ぜひコメントをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルでは、こういった機材のレビュー、それから映像作品、あと最近は Vlog の配信なんかもしております。よろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは失礼します。